もうしません。あと帝たちを置いて自分だけ逃げるなんて、あれがもしも本当のクマだったらどうするの？この時期はクマは危険だって分かっているんでしょ？あなたは帝よりお姉さんなんだから、そういう無責任なことではいけません。はーい。ところで、どうして精霊を騒がせたりしたの？そうだったの。知らないうちにみんなに心配かけちゃったみたいね。私さえしっかりしていればこんなことにはならなかったのね。ありがとう、帝。ナコルル、どうしたの？春の精霊がね、もうすぐ春が来るって言ってきたわ。この山で一番大きくて一番お年寄りの木なのよ。この木はね、もう何千年もカムイコタンの山を見守ってくれているの。雨の日も風の日も雪の日もずっとずっとね。Thank you.
私もこの木のようにずっとずっと自然と共に生きて、カムイコタンのすべてを見守っていたいな。木の幹に耳をつけると鼓動が聞こえるのよ。ねえ、一緒に聞いてみようよ。木に耳をつけてみて。木が生きている証なのよ。鼓動が聞こえるでしょ。こうしていると安心する。そこまで。まあまあね。ナコルルに私のことを話すだろう。そう思ったの。レラ、それは何？Thank you.
ちに。嫌じゃない。エラと呼ばれるのは嫌ではないわ。エラ、私の名前。なかったわ、そんなもの。ありがとなぜそんなに頑張れるの？これまで相当過酷な稽古を課してきた。普通なら誰もが音を上げるほど厳しいものよ。でも弱音を吐くこともなくついてきた。なぜ？その結果、ナコルルに嫌われることになっても。そうでしょう。あなたがしていることは、ナコルルが最も忌み嫌うことよ。最初に私に言ったわ。相手を殺すことになって、ナコルルを助けたいと。でもナコルルはそれを望むかしら。ナコルルのことを本当に大切に思っているのね。このシクルのことについて話してあげる。シクルーはまだ幼い頃、父親に殺されそうになっていたのよ。その頃、徐々にではあるけれど、蔓延し始めていた魔。シクルーの父親は、その魔に支配され、我を失っていた。そして、その場に巫女になりたてのナコルルが、偶然遭遇してしまったの。
彼女は狼相手に互角以上の戦いをできるだけの腕をすでに持っていた。でもナコルルは戦わなかった。ナコルルはシクルを連れて逃げた。本当は殺してしまうこともできたのに、子供の前で親を殺したくなくてね。でも所詮大人の狼の足にはかなわない。ナコルルは父親狼に追いつかれた。ナコルルもシクルーももはや助かる見込みはなかった。でもその時シクルーの母親が飛び出してきたの。母親は完全と父親狼に立ち向かい死んだわ。相打ちになってね。ナコルルはね、シクルーに泣いて謝った。戦いを避けたために死なないでいい母親まで失う羽目になった。それを必死で詫びたの。愚かよね。その時になるまでわからないなんて、後になって泣くだけなんて。わかる？戦うべき時には戦わねばならない。何かを守るためには何かを殺さなくてはならない。そう、戦いの方法を手に入れようとするあなたは間違っていないわ。おしゃべりが過ぎたようね。稽古再開よ。シクル。今日の修行は前回の応用編よ。やり方を説明しようか。それじゃあ始めましょうか。用意はいい？行くわよシクル。やるわね。その調子よ。いい動きよ。その調子よ。やるわね。いい動きよ。やるわね。やるわね。よく見て。そう。いい動きよ。そう。いいわ。その調子よ。いいわ。いいわ。その調子よ。よく見て。ここまで。まだまだね。修行が足りないわ。もしあなたが望むなら稽古を続けてあげるけど。そうね、休憩も必要だわ。過度の疲労は隙を生むだけ。とにかくこれからもきちんと稽古を続ければあなたは強くなれるわ。私に従っていればね。私のために。Thank you.
帝は私が怖くないの。戦いのことしか口にしない得体の知れない相手を。村人は私を恐れるわ。山で私を見ると逃げ出す者までいる。綺麗、私が。あまり人を信用するものじゃないわ。裏切られた時痛いの。